ニューヨークのジャズアットリンカーンセンターで行われた学生合唱団による復興支援コンサート。このコンサートを企画した指揮者山田敦さんによって選ばれた岩手、宮城、そして福島県の合唱団からおよそ90人の学生たちが合唱を通して復興支援への感謝を世界に届けようと、この日のためにニューヨークに集結しました。アメリカの合唱団とともに総勢145人で復興への思いを込めてマーラーの交響曲復活を歌いました。そして震災により避難生活で団員全員がバラバラになり、歌う場所がなくなりながらも活動を続けている福島の合唱団 MJC アンサンブルが自分たちのために作られた曲を披露しました。音楽はバラバラになった私たちの心をつなぎ、私たちの合唱は絆という言葉を形にしてくれました。音楽がなかったら私たちはどんな一年を過ごしていたのでしょうか。辛い生活を送る中、被災した地元の復興を祈り歌う学生たち、その思いが届いた会場は盛大な拍手で包まれました。It's great to see them up there. I mean, they've been through so much, and to be up there was tremendously inspirational. To see music bringing everyone together from America and Japan, it's just wonderful. 日本に戻ってまた一歩ずつ復興に向けて頑張っていきたいと思っています。